新イベント、小峠騎進、やっていきましょう。まずは MB の1から。別のステージは、概要欄に目次がありますので、そちらから行けます。最初のステージだけど、ルートが3つに分かれてるのね。とはいえ、推奨レベルも昇進なしの20ですし、それぞれのルートを塞げば OK ですね。中間の高台は、2ルートに攻撃できるので、ここに狙撃とか置くと良いと思います。ふむ。終わり。どうかな。それ、全然流行ってないよ。かの孔明は言いました。流行とは作るものです。言ってないよ。てか、謎キャラ孔明を勝手に作らないように。我ら、生まれた日は同じでも、死ぬ時は別々。ただ三つ子が決別しただけだ。しかもそれ孔明入ってない。待て、慌てるな。これは孔明の罠だ。なんと？しかしそう思わせることこそ、孔明の罠なのでは。しかし、こちらがそう思うことを読んでいたとしたら、もしかしたら、それを見越して、さらなる罠か？ぐぬぬ。あ、これは何も考えてない顔だ。で、知らないこと適当言ってると、ファンに刺されるぞ。いっけねえ、逃げろ。おい、今ここに俺が来なかったか？今逃げましたけど。バッキャロー、そいつなるパンダ。読んでた。これが孔明の罠か。もういいよ。どうも、ありがとうございました。なんだこれ。気を取り直して、MB の2です。ここから、新しいギミックが出てきます。ほうほう。では、説明する権利をあげよう。ありがとう。では早速、ステージに置いてあるこれが、新ギミックの金庫装置です。これはどういうものなの？これを説明するには、このイベントの敵の説明を先にしないといけません。え、じゃあ面倒くさいからいいや。ああ、待って、フラッシュ、カメラのフラッシュ。レディンを美しく撮影します。はい、ポーズ。反応良すぎはロタ。で、何するやつ？うん、このイベントの敵は、最初は、金庫状態になってて、攻撃が弱くなっています。で、何回か攻撃すると、解放状態になって、攻撃力と攻撃速度が大幅にアップ。その2つを両方上げるとやばいって、敵契約の時に言ってた。です。さらに特殊能力を使えるようになる敵もいます。敵やば？でも、囚人が自力で解放状態になれるって、それ、セキュリティがガバガバすぎるやろ。そこに気づいてしまいましたか。なんなら、囚人同士で数発叩き合ってから攻めるという戦略が強すぎる。後続が、全然意味をなしてない。そりゃ脱獄もされますわ。で、この装置は、解放状態になった敵を、また、金庫状態に戻します。強そう。強いですね。効果範囲も、片面だけですが広いです。この装置使いまくれば、解放も怖くない。まあそうなんですが、リキャストが25秒必要なので、残念ながら、連打はできません。連打できたら強すぎるね。さすがに。ですね。短時間だけど、スタンもしますしね。ちなみにコストが5必要なので、序盤に使うときは注意です。ふむふむ。じゃ、解放状態になっちゃったら使う感じだね。ですね。解放状態は、どうやって見分けるの？各敵の胸のところに、白い罰印みたいなのがついてて、それが赤くなったら解放状態です。ふむふむ。解放の一発前には点滅するので、わかりやすいですね。ところで、攻撃回数で解放されるなら、ブロックしなければ解放されないのでは。いいこと言うね。続いて、MB の3です。ここでは、新キャラのマウンテンが、最初から配置されています。強い強いと噂の、あのマウンテン。ここで強さを実感して、ガチャ引いてね。ハート。ほんま汚い大人やで。マウンテンはどうやって使うの？このステージではスキル2がセットされていて、このスキルは切り返し式になっていますので、スキルを1回だけ使います。ふむ。すると、下ルートから来る敵は、すべてマウンテンが1人で倒してくれます。なるほど、序盤2枠か。アークナイツ的には、ブレイズ、マドロック枠ですかね。スキル使うと、マウンテンの構えが変わったね。これが、攻撃力が上がって、HP が回復する構えですね。攻撃が派手。しかも HP が自動で回復。よし。じゃあガチャ引いてマウンテン当てよう。おーっとそう来ると思って、実装日の生放送でもう引いておきました。なんだって？ずるい。ずるくないです。僕が集めたオランダムなんです。ぐぬぬ。もう引かれちゃったか。え？もうマウンテン入手したんでしょ。引いたとは言ったけど、当たったとは言ってない。キリ。キリ、じゃねえよ。引けてないんじゃん。星6がすり抜けちゃいましたね。じゃあやっぱりマウンテン引いてこよう。ああ。しまった。引けたことにしておけばよかった。星6出たばっかりだから、補正もないし、出るわけないんだよな。はい、
聞いてきてあげたよ。うわ、そんなバカな、コラ画像まで作って。コラじゃないよ。ロドスに救われた以上、こちらも…わーった、わーった。うるさい。これはすごいな。しかし、もうオランダムは残っていなかったはずですが。え、知らないの？嫌な予感しかしないんですけど。上級資格証でガチャ券と交換できるんだよ。なんだそっちか、まだセーフ。なんだと思ってたの。僕のお財布から課金したのかなって。なるほど、その手があったか。うわ、次は MB の4です。口滑り自爆マンが精進旅行に行ったので、私が解説します。私の名前は音町ゆま、11歳。泣く子も笑う、美しい歌声の持ち主よ。誰が自分の解説しろって言ったんですか。あら、自爆マン復帰早いね。誰が脳筋自爆マンじゃ。脳筋は言ってないけど、とりあえずそこいやらしいからどいて。うわぁ。じゃあ、このステージは任せた。ふふ、ついに私の時代ね。散々見てきて、もうアークナイツバッチリなんだから。うんとね、うんと。出てきた敵を全部バーンって倒すの。これでクリア。語彙力がケイちゃん並みか。やかましい。これから本気出すところよ。はいはい。んと、このステージから解放すると危険な敵が出てきます。オレンジ色で、体の大きいやつ。ああ、あれか。あの盾持ちは、防御が高い上に、解放すると、術耐性も上がって、さらに HP が回復して、なかなか倒せなくなります。ふむふむ。ただ、この敵は、登場してから少し止まってくれるので、その間に術師で削ります。あ、これ、ブロックしなければ解放しない、って言ったのが、伏線になってるじゃん。さすが私、天才すぎる。んと、あとは、敵が分岐する前に、金庫装置の範囲内でブロックしています。なるほど、分岐する前なら置くキャラの数を節約できるね。もう完璧。極めたわ。お疲れ様。うまくいきましたか？もうバッチリすぎて、どんと来いよ。ほう、それは頼もしい。では、このステージの場合は、どう配置しますか？こう置けばクリアできる。おう。それも一つのやり方ですね。ふふん。そろそろ元の位置に戻ってください。わあ。ただいま。おかえり。あれ？いよいよ MB の5です。この動画の最後のステージ？まさかこんな茶番をここまで見てくれるなんて。いや本当、こんな深くまで見てくれてありがとうございます。では、一周目のステージを全部やったことだし、このイベントの感想とかどう？なるほどそうですね。ではまずストーリーから。僕はストーリーは深く追いかけてないので軽く。移動する刑務所、あんなでかいものを動かすくらいなら、補給物資をその都度運んだ方が、絶対に安上がりです。どの国の領土に泊まってるかでうんぬんって言ってたから、移動すること自体に何か重大な理由があるのかもね。そうかもですね。僕はステージ攻略はするけど、ストーリー考察はしないので、その辺はプロに任せましょう。他には？カフカとかのキャラが、衣装だけ囚人服でしたね。だからなぜか、ルービックキューブみたいなのを持ち込んでるっていう。どう見ても角が鋭利な武器。紙芝居なので、そこは多めに見てあげて。オッケー。本題のステージは？今回は、難易度が低めかなって感じました。というと？一周目でも、ステージ8は苦戦したりしますが、今回はあんまりしなかったですね。攻略目線で深掘りすると、解放状態を戻す装置があって、対策がしやすいこと。しかも装置使わずクリアしてたしね。解放すると危険な敵は、出現時に止まって先に攻撃できるようになってること。厄介な術師が今回は攻撃してこないこと。今右下に出てるこいつだね。しかもそいつ、自力じゃ解放できないですからね。野党でも倒せそう。俺でも勝てる奴に会いに行く。そんな理由で、このイベの一周目は難易度低いと感じました。EX ステージはどうなるかわからないけどね。ですね。全員解放の凶悪犯が止まらずに走ってきたら、大変なことになりそう。術師も全解放の地獄絵図。そんなわけで、2周目の EX ステージも頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。